ガッツファイティングは TBS のプロボクシング中継タイトル及び渡辺ボクシングジム主催のプロボクシング工業である。かつては競泳ボクシングジムが主催していた。本校ではガッツファイティング以降における TBS 系列の中継を扱う。なおガッツ石松とは無関係。競泳ジムはそれまで日本テレビと関係が深かったが、 西条正像の世界線の放映権は東京12チャンネルに移った。その後、福子県陽光の世界挑戦が決まるものの、当時12チャンネルは独立局であり、福子県の地元沖縄でその有志をテレビで見ることは極めて困難であるため、同時にネット局を抱える他局での放映を希望した。当時沖縄の民放は、 TBS 系の琉球放送と富士テレビ系の沖縄テレビ放送の2局であったが、競泳ジムは黒い霧事件の影響で、富士と関係の深いサンハサマプロモーションと対立していたため富士での放送は事実上不可能であったものの、TBS は極東ボクシングクラブとの提携で放送してきた東洋チャンピオンスカウトが終了しており、TBS 側も新たなボクシングコンテンツを希望していた。 そこで競泳と TBS の思惑が一致し、串県の世界初挑戦試合を TBS が放送することになった。デイリースポーツの協賛も受けている。1978年に第1回開催。以来、TBS と競泳の関係が深く、第1回依道事務主催の興行を深夜アなどで中継してきた。関東圏における、 競栄系列事務所属選手の試合を中心ではあるが、畑中清氏など系列局が制作する世界、タイトルマッチもこの枠で放送し、さらに1998年5月18日に行われたマニー・パッキャオの来日試合も中継したことがある。競栄事務所大会長、金平正樹の死去に伴い1999年に放送休止。その後、 亀田ダ・コのデビュー第4戦より不定期ながら深夜ボクシングとして復活。競泳に移籍した2005年にはミッドナイトボクシングとして放送。現在はガッツファイティングの番組タイトルが復活し不定期中継が行われている。2012年10月より大橋ボクシングジム主催フェニックスバトルをこの枠で放送。井上直也のデビュー2戦を中継。 また、2013年には、WBA 女子世界、ライトミニマム級王者、宮尾彩香の初防衛戦を後日深夜の同枠で、中継し、同系列としては、初の女子世界戦中継となった。また、同年7月に行われた、門角蛇宝石ボクシングジム主催、神風にで56年ぶりに復活した、日本ヘビー級王座決定戦、藤本京太郎 VS オケロピーターも、 土屋周平 vs 中谷正義高野智美プロ第2戦と合わせて深夜の同枠で放送。一方、競泳は同年3月にガッツファイティング工業を開いたが、ノーテレビであった。2014年3月の工業は後日深夜6画。なお、2012年からは中日新聞東京本社が公演についている。2018年3月のガッツファイティング工業からは、 渡辺ボクシングジムが主催しており、2019年2月のガッツファイティング工業からは、注目度の高い試合をパラビで生配信している。ガッツファイティングの番組名で放送されるのは、基本的に、競泳系列、渡辺ジム主催工業から1から3試合を中継する深夜枠である。一方、主に世界戦がゴールデンタイム土日祝日ピルマに生中継あるいは取って、 足で中継される場合は、ガッツファイティングとは別の放送になるが、稀にガッツファイティングとして放送されることもある。2008年頃から2010年までの世界戦は、フェグ主催の格闘技、K1 ワールドマックス、ドリームと合わせて格闘技に大祭りとして中継することが多かった。また、2011年以降は、各週土曜シニアの S1 プラス枠で放送される場合もある。 同年以降は大晦日に放送される、スポーツ特番に内放される形で、世界線を放送している。TBS の放送対象地域である、関東広域県外の会場から中継される場合は、大阪なら、MBS、名古屋なら、CBC など系列局による制作協力のもと、TBS 自社制作で放送。解説、実況も、TBS のスタッフで行うが、 コーナーリポーターは稀に系列局から派遣される場合もある。CS の TBS チャンネルにおいては、地上波で中継された世界戦闘の録画中継、さらに過去の名勝負を放送している。かつては注目度の高い試合を生中継していた。また、地上波版ガッツファイティングは関東ローカルであるが、後日 TBS チャンネルで全国放送される場合が多い。 BSTBS では、プロ野球中継の雨傘番組として、アーカイブが組まれる場合もある。突起なき場合は、TBS アナウンサー。ゴールデンタイム放送のみ。世界戦の場合は、リングサイドに、スクロール式電光掲示板付きスタンディングデスクを、設置しそこに立って進行する。海外で試合が行われる場合は、TBS のスタジオで進行。 内藤大輔が解説に入る場合、試合前に MC 陣と並んで立つ。ありがとうございます。